戦闘配置よし。艦長、行きましょう。くそ。はい、今回は日本ピア8駆逐艦、アサシを使っていきます。出た、かつて味方に来てほしくない艦第一位に輝いた艦。え、そんなの初耳なんだが。アサシオがかわいそうにゃん。まあまあ、さすがに来てほしくないは言い過ぎですが、面白い性能をしているのは確かなんですよね。インド魚雷でしたっけ？え、アサシオはピア8なのにもかかわらず、高性能な20キロ魚雷を搭載しています。魚雷射程が20キロというと、ゲーム内最強になるわ。強すぎないにゃん。ただその代わり弱点もありまして、この魚雷、戦艦と空母にしか当たらないんですよ。え、そしたら敵に駆逐艦や巡洋艦がいたら？魚雷は命中せずに艦の下を通り過ぎます。扱いが難しそうだな。うん、だから試合のマッチが敵に戦艦2隻、空母なしなんかの時はあまり試合に貢献できないんだよね。それで味方に来てほしくないというわけか。と言ってもそれは昔の話で、今は空母や戦艦が多い環境ですので十分に性能は発揮できるはずです。それで初動はなんとなく西側に来てますが、このままでいいですか？はい、アサシオは主に対戦艦がメインになるので、戦艦が一番いるであろう西側のラインで行動しましょう。敵が見え始めてきたわね。それでは敵のオスカロライナに雷撃を。アイマム。少し下がると踏んで2射目は後方に行くと。雷撃できましたら空母がいないので敵のスポットをしましょうか。今回は珍しく空母がいないのね。空母がいないと安心する。確かにこのアサシオの対空は貧弱の一言につきますからね。三射程対空砲だけだときついにゃん。で左前方線8キロのところに鉄火ゲロウを発見。隠蔽距離を維持しつつ、様子を伺いましょう。スポットしてれば味方が撃ってくれるだろうしな。よく見ると敵のカゲロウ、無名細なのね。日本駆逐艦は隠蔽が命みたいなところあるのに珍しいですね。ちなみにアプグレも何もつけてないカゲロウは隠蔽距離 6.8 キロよ。まあこちらとしては戦いやすいので全然ありがたいんですけどね。と、味方が思ったより前出てくれているのでここらで煙幕展開して射撃しましょう。久しぶりの煙幕射撃だな。煙幕展開するわよ。減速します。それでは射撃開始。アイマム、撃て。日本の駆逐艦の砲撃って弱いイメージあるけど、実際どうなの？標準戦地砲を除くとレート自体は低いが、一発のダメージは駆逐艦の中でも上位だぜ。そうなんだ、てっきり威力も低いものだと。まあ、駆逐艦同士の打ち合いだとレートの問題で不利なんだけどな。あ、そういえばさっき撃った魚雷は？どうやら避けられたようね。うーん、残念。敵妙攻は絶賛炎上中ね。まあむん。敵妙攻を味方戦艦が撃沈。この後どうします？そうしましたら煙幕から出て敵戦艦に魚雷を狙いましょう。装填あと10秒だよ。敵シャルンホルストとコロラドが狙い目かしら。そうしましたら前方にいるシャルンホルストを狙いましょう。なるべく西側を早めに押していきたいので。そろそろ魚雷装填終わるよ。ではシャルンホルストに雷撃を。アイマム、発射。魚雷発射終わり次第ブースターを。やった、16射線だね。でこのアサシオは煙幕持ちつつも魚雷ブースター搭載してるんだな。ええ、なので空母戦場でも煙幕に逃げ込める分、カゲロウよりかは楽に立ち回れますね。それと魚雷射程20キロのおかげで味方艦隊とあまり離れないでいいのもアサシオのメリットよ。確かにカゲロウだと10キロまで近づく必要あるからどうしても前に出ないといけないしな。さっき撃った魚雷は良さそうな感じ。そういえば今回、ハイフリボイスなんだね。ミケちゃんとシロちゃんだな。オーケーオーケー、いいコース。魚雷ブースター必要なかったかもしれないわね。この子たち、よく喋りますね。さすがはコラボしただけあるな。あの、もうすでに接近したのですが、それは。よし、敵シャルンホルストを撃沈できたので、前線を上げて B の占領を狙ってみますか。東側の味方が占領エリアと関係ないところに行ってるのが気になるわね。あそこって確か戦艦 NG マークの看板が立ってたような気がしますが。私たちの知らない有効な戦術なのかもしれないわね。おっと、敵コロラドに魚雷命中。敵ニュルンベルグがいるので重舵取ります。お願いします。って、なんかちゃんと駆逐艦してると実況すること少ないよな。スポットや占領、雷撃くらいですからね。敵ニュルンベルグは集中効果受けてるな。これは長く持ちそうにないわね。というわけでカット中に敵ニュルンベルグが沈みました。で、敵カゲロウを発見。撃ち方はじめ。いて。隠蔽がいいと先手打てるから楽だな。4発命中よ。
き続き攻撃お願いします。味方戦艦の副砲も届いてるにゃんね。命中弾なし。さすがに回避もしてくるよな。敵弾来るわよ。思うかじ。回避成功。敵カゲロウは逃走態勢に入ったな。地方撃ち方やめ、雷撃用意。アイマム、雷撃用意。撃て。発射。拡散だけど、まあいいよね。地方撃っていいか？いえ、隠蔽に入って占領を始めたいのでダメです。わかったぜ。ポイントで負けてるのでいち早く占領したいですね。隠蔽状態になって占領を開始したわよ。完成数は6対7、ポイントは2倍近く差をつけられていますね。思ったよりやられてるな。私たちのいる西側は鑑定数的に不利なので、私たちは早めに東側の味方と合流しましょうか。確かにここは機動性を生かして臨機応変に立ち回ることが必要ね。ここで占領が完了しましたので、シッキンに向かいます。で、前方に敵アトランタを確認。おもかじで距離を取りましょう。アイマム、おもかじいっぱい。確かアトランタって駆逐の天敵だったよな。圧倒的リロードと門数で駆逐は一瞬で丸焦げにされ、アトランタがレーダー照射、発見されたわよ。回避行動始めます。あ、そういえばアトランタってレーダー持ってましたよね。艦長しっかり。まあ所詮はユルフは弾道なのでサナエさんなら回避できるはずです。ロック数4つついてるわよ。え、あ、はい。駆逐艦いじめて楽しいの？そりゃ駆逐艦がこんな近くにいたら誰だって狙うだろ。それもそうか。雷撃用意、目標左舷の敵長と。って結構持ってかれたわよ。発射、発射。思ったよりも撃たれちゃいましたね。敵アトランタからの被害は少ないけど、他の艦からの集中砲火を受けたわね。敵の連携が凄まじかったな。隠蔽状態に戻ったのでサイド長とに魚雷を。はいはい、ブーストだね。あ、サナエさんは隠蔽状態を維持しながら東側に向かってください。モガミトランランが怖いんですけど。ほいで魚雷発射アット。サイドミニマップ見ると完全にランランはやる気満々ね。ランランって何にゃん？あ、ヨウムは知らなかったか。アトランタのことだぜ。一部の人の間で呼ばれてる俗称なので覚える必要はないです。アトランタも警戒しないとですが、こちらのモガミも気になるんですよね。無線探知されてないのが唯一の救いね。長富魚雷が到達するまで少し時間があるので、この辺りで少し朝潮の史実紹介をしましょうか。久しぶりの史実紹介か。時間もそんなにないので手短に。朝潮は朝潮型駆逐艦の一番艦で、第二次軍備補充計画、通称丸2計画で貝白露型から設計の変更を受け建造されました。貝白露型というと川風とかか。収益中はバリ島攻略作戦、ミッドウェイ海戦、ソロモン海戦、ビスマルク海海戦などに参加しました。しかし、ビスマルク海海戦で輸送船の護衛をしている際、連合国の空襲を受けてしまい、朝潮は嵐を、白雪、時津風、全輸送艦と共に沈没してしまいます。やっぱり航空機が強かったにゃんね。昨夜が話してくれてる間に魚雷当たったよ。さすがは20キロ魚雷、8倍速にしても到達まで結構長い。射程長いとこういう時助かるな。とりあえず1本命中ね。追加で流した魚雷も命中。浸水直せてないからいいダメージ入るわよ。浸水は嬉しいな。朝潮魚雷の浸水率は驚異の 436% なだけあるわね。何それやばい。ここで味方が B 拠点を占領したわよ。ちなみにランランは私たちを諦めて B の占領に向かったわ。よしよし、そしたら私たちは C の占領に向かいましょうか。この敵の長とアズレンの旗乗せてる。これもコラボのやつだな。そんじゃ C 占領に向かいましょう。いつの間にか鑑定数もポイント数も優勢ですね。あ、カット中に投げた魚雷当たった。相手戦艦は縦向いてたからさすがに1本だけだったわね。でも当たっただけ良かったな。ギリギリのところで複数失敗避けられてますね。それではサイド魚雷を狙いましょう。もう敵の戦艦はあのコロラドだけか。朝潮は試合後半になるにつれ、雷撃できる目標が減ってしまうのが難点ですね。そこはうまく占領や偵察、煙幕射撃など、幅広い立ち回りでカバーしたいです。とは言いつつもアジアサーバーだと全体的に前に出てこないから、試合後半でも20キロ魚雷が刺さることもしばしば。敵が固まってる時なんかは複数ヒットして面白いよな。今回はそこまで固まってませんでしたけどね。ちなみに冒頭でも触れてたけど、巡洋艦、駆逐艦に対してはご覧の通り命中しないわ。そんじゃちゃっちゃと占領しましょうね。占領完了しました。
魚雷はスポットされたのもあって避けられたわね。あとは適当に攻撃してと。いぜい。ここで味方のポイントが1点に到達。私たちの勝利ね。横須賀に帰ろう。というわけでリザルトよ。魚雷7本に飛行が65発。あとは占領2つだな。経験値も2000超えられててよきよき。今回は一部怪しい立ち回りもありましたが、それも含めて敵艦隊を撹乱させることができたかなと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。